ドリームナイト出るやつ大体売れっ子クラバーとユーズキルナーです。よろしくお願いします。どうも。選ばれて、まあそのドリームナイト自体やっぱりエアーグループで一番大きいイベントやと思ってるんで、それをなんか自分最近移籍したんですけど、そのアート強いなって思って移籍して、でそのアートでドリームナイトに出れるっていうことがすごい嬉しいですね、素直に。はい、結構卓でお客様と話すんですけど、ヘルプの子とかとも話すんですけど、俺口癖のように歌舞伎町で一番おもろいからって言うんですけど、やっぱりその歌舞伎町はまだちょっとあれかもしれないですけど、とりあえずねドリームナイト来た時に、あれ待ってルナ君のこと一番楽しそうじゃないみたいな、そこを目指して頑張るんで、ぜひ当日足を運んでください。よろしくお願いします。ガオー、あ、すいません、どうも、アート代表の、清美です。よろしくお願いします。ルナはもうはい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 な男っていうか、あのすごいパーティーボーイですね。お店の雰囲気をこう本当一瞬で変えてしまうことができる力を持ってて、すごいパワーというか、こう、まあ、ルナが席着くと席の雰囲気も変わるし、ルナがじゃあこう盛り上がってたら周りも盛り上がるというか、はい、太陽みたいな男というか、はい、パーティーボーイです。まだルナってこう年齢的にも若かったりするんですけど、すごい大人な考え方持ってて、で今回の出場にあたっても、まあ、本人こう、まあ、嬉しい反面すごいプレッシャーだったり、まあ、出るからにはこうアートの看板を背負って出るからには結果を出さないといけないという、こういろいろをこう背負ってくれてるので、もう一番楽しんで、で一番楽しんだルナが一番目立てて、でそれが必ず結果に、ルナでいうとつながると思うので、ルナらしくルナらしさをこう存分に発揮してもらって、騒ぎ散らかしてほしいなと